ホセアレクサンデル・コーラ・ーマロは、プエルトリコのカグアス出身の元プロ野球選手、監督、右ト左ヒだ。現在は、MLB のボストン・レッドソックスの監督を務めている。兄の上位も同じく、元メジャーリーガーである。1993年の MLB ドラフト12巡目で、ミネソタツインズから指名を受けたが、契約せずに、マイアミ大学へ進学した。 1996年にチームは全米大学野球の頂点を決めるカレッジワールドシリーズに進出した。1996年のカレッジワールドシリーズの決勝戦で対戦相手のルイジアナ州立大学のウォーレン・モリスにサヨナラ本塁打を打たれて敗れた時、グラウンドで泣き崩れる姿が全米で映し出された。ロサンゼルス・ドジャースでの現役時代1996年の MLB ドラフト3巡目で、ロサンゼルスドジャースから指名を受け、今度は契約した。メジャーデビューは1998年6月7日のシアトルマリナーズ戦。結果は1打数ノーヒット。その後、2000年から2004年までの5年間は2類種や遊撃種のレギュラーとして100試合以上に出場。2004年にマット・クレメントと対戦した際に、 ファウルで14球粘った後に本塁打を放つという珍記録を残している。2004年に記録した18支球はナショナルリーグで4位だった。また、この年のオフに日米野球の MLB 選抜で来日している。ボストンレッドソックスでの現役時代2005年はクリーブランドインディアンスへ移籍した。しかし、インディアンスでも思わしい成績を残すことができなかった。 2005年7月にトレードでボストンレッドソックスへ移籍。その後はレギュラー確保とはいかなくとも5人目の内野手として二塁手や遊撃手を無難にこなしている。2006年開幕前の3月に開催された第一回ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に選出された。シーズンでは三塁手も11試合守った。オフにレッドソックスと2年契約を結んでいる。 ニューヨークメッツでの現役時代2009年1月22日にニューヨークメッツと1年200万ドルで合意。シーズン開幕前の3月に開催された第2回 WBC のプエルトリコ代表に選出され2大会連続2度目の選出を果たした。オフにはメッツと再契約を結び2011年のシーズンの契約はオプションで選択できることとなった。 2010年8月7日に自由契約となった。2010年8月17日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、8月24日にメジャー契約を結ぶも、9月7日には自由契約となった。この間レンジャーズでは4試合しか出場していないにも、かかわらずアメリカンリーグのチャンピオンリングを手にした。2011年1月17日に、 ワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加した。3月30日にメジャー契約を結んで昇格したが、91試合の出場で打率224であった。オフの10月30日に FA となった。2011年オフにプエルトリコのウィンターリーグである。 リーガでベースボールプロフェッショナルロベルト・クレメンテでプレーした後一度引退を表明した。しかし引退を撤回すると2012年2月5日にセントルイス・カージナルスとマイナー契約を結び招待選手としてスプリングトレーニングに参加した。24打数5アンダー、打率208、1打点と結果を残せず3月25日に自由契約となった。その後 スプリングトレーニング期間中にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだが最終的にオープン戦の打率は111となりシーズン開幕前に自由契約となったその後改めて現役引退を表明した現役引退後は2013年2月より ESPN および ESPN で一方提出スで野球解説者を務める 2016年11月15日に2017年シーズンよりヒューストンアストロズのベンチコーチへの就任が発表された。2017年10月22日、2018年シーズンよりレッドソックスの監督に就任することが発表された。2018年は監督業1年目にしてワールドシリーズ優勝へ導いた。2017から18年における アストロズのサイン盗み問題で当時コーチとして主導的な役割を果たしたことが MLB の調査で明らかになると処分が発表される前の2020年1月14日に解任された。その後2020年オフの11月6日にレッドソックスの監督に復帰した。守備面での評価が非常に高く内野の多くのポジションを守るユーティリティープレイヤーとして活躍した。 ポジションは主に二類種という劇種で、他に三類種や一類種としてのプレイ経験もある。また、戦略眼を備え、現役時代から将来の監督候補として名前が挙げられることがあった。ありがとうございます。